Hello there, Punch Your Face here. Welcome back to Record of August War. And I guess let's head over to, what's this place called? The city of Aulis here. And I'm not, I still have all these battles I haven't beaten off screen yet. This place over here, just so you know, is Bakumoi or whatever. So yeah, cool stuff. Alright, let's go over here. お嬢様方、そろそろ打ち合わせのお時間ですよ。トウマメが下の部屋までご案内いたします。ん？まだ寝てるのかな？それではちょっと失礼して。お邪魔します。あれ？誰もいないっての？やれやれ、困ったお嬢様方だ。打ち合わせの時間は教えておいたってのにさ。どこに隠れているのかな？どこかに悪い子はいねえか。女性だけの部屋ってのは意外と散らかってるもんだね。こりゃお嬢様方の名誉のために他のやつに見つかる前に何とかしないとな。どれ、片付けの手伝いでもしますか？いや、ほんと片付けの手伝いをするだけですからね。全くもってほんの少しも、みじんもかけらも、下心があるわけじゃないですよ。Yeah, this one's gonna be a boring option, but, perhaps I should refrain is which one to pick. いやいやいや、たとえほんの少しも、微塵も欠片も下心がなかったとしても、この状況を見とがめられでもしたら、子孫を残すという崇高な使命を果たさずして命を落とすことになりかねん。名残惜しいじゃなくて、ここは手を触れずにいた方が無難か。Okay, so we should be bombarded with a bunch of other events. I'm not quite sure. Yeah, it's gonna be like a really eventy episode here. That part right there, that event is something you're not want to go to for a long time. Now, why don't we go over to the sharded blah 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 snowfields? いつになっても慣れるもんじゃないな。てか慣れたくないし。極寒の地での野営ってのは本当命の危険をひしひしと感じますよね。人肌恋しいこの大陸、肌を寄せ合い快適な野営生活を送ってみませんか。寒い夜でも安心、快適腕枕付き限定2名、早い者勝ちだよ。俺はほったらかしですか？せめてツッコミくらいはないと、いろんな意味で寒くなるわけですよ。ああ、そうですか。皆さんは俺が凍え死んでもいいとおっしゃる。ああ、俺はただ使い捨てられるだけなのか。あなたの相手をするのは本当に疲れるわ。寒さでその口が少しは動かなくなるといいんだけど。トーマに付き合って私たちまで凍える必要はないわ。行きましょう。そりゃないでしょう。本当に行きますか？普通。あなたがこれまでの中で最も協力的であることは認めましょう。ですが本心を悟られまいと、わざと無分別な行動をとるのはいささか感心できません。
偽りの自分を演じていただけのつもりなら、いつしか本当の自分になりうるということを覚えておくことです。あなたがあなたでいられる場所を見つけなさい。この先にその答えがあるかもしれません。さあ行きなさい。この間はすごい数のゴブリンに囲まれて、お姉ちゃんは危ないところでしたが、こんなところで何してるんだ？何？なんでトンマがここにいるの？てか、いつからいたの？いつも何も今来たばかりだけど。で、なんでって言われても困るんだよな。神様のお導きとしか言いようがないんでね。それよりも珍しく一人でいると思ったら、原因はそいつか？まあね、なんからしくないでしょ、うちが手紙を書くなんて。意外ではあるけど、おかしくはないだろう。それより相手が誰なのか、俺としてはそっちが気になるんだけどさ。そういうことを気にするところはトーマらしいよ。なんか可愛らしいよね、トーマって。そっかそっか、気になるか。手紙見たい？無理にとは言わないさ。そこまで俺も無神経じゃないって。嫌ならいいんだ。騙されているような気もするけど、そう言われるといいよって言いたくなっちゃうじゃない。ま、減るもんでもないしね。でもトーマにだけだからね、絶対に内緒だよ。他の人に見せるのは恥ずかしいからさ。俺の口が固いのは知ってるだろ。なんで遠慮なく見せてもらうとしようか。体の調子はどうですか？ちゃんとご飯は食べていますか？お姉ちゃんはまたまた大変な目に。これは子供に宛てた手紙か？弟みたいな感じかな。うち孤児院で育ったんだけど、そこに体の弱い子がいてね、病気がちな子で、そうなると外で遊んだりできないでしょ。だから代わりにって、ちょっとした冒険の話を聞かせてあげたらすっごく喜んじゃって、冒険家になろうって思ったのもその子に話を聞かせてあげたかったからなんだ。今はなかなか会いに行ってあげられないから、こうして手紙を書いて送ってるってわけ。本当ダメなお姉ちゃんだよ。宝はいらないと言っていたのに、どうして持ち帰るのかと思っていたんだが。孤児院にはお世話になったし、こんなダメなお姉ちゃんでしょ、うちにはそれくらいしかできないから。あ、でも勘違いしないでよ。もともと冒険は好きで、あの子のことはきっかけでしかなかったんだから。やだな、そんな顔しないでよ。真剣な表情のトーマってなんか変だし。変って言われてもな、俺だってたまには真面目になるって。まあそうだな、これも俺なんだよな。結局俺は俺でしかなくて、自分を偽りながら生きていくことはできないんだよな。だからやめてってば。そうやって真面目なトーマ見てるとドキドキしてきちゃうでしょ。ドキドキしてもらうのは大歓迎だけど、らしくってのも大事だよな。冒険の話だったら前にいた大陸のこととか俺も少しはできるけど、新しいネタはいかがですかな、お嬢さん。トーマが前にいた場所の話？
せっかくだし、お願いしようかな。よし来た。可愛らしいお嬢さんのために、とっておきのやつをお話ししましょう。All right, cool stuff. And now we should be heading down here. Oh no, I gotta go back to the forest. No! Why must I? It's so stupid. Yeah, we're supposed to tread back to Los Salil, so I guess let's head on over there. If I can remember how to get through here, though, is the problem.I think last time took us forever to get over here. That's right, I can jump on top of stuff. Almost forgot. And sorry if my uploads are a little bit weird. Like, you're not expecting what will be coming next. Even I don't know what will be coming next. I'm kind of just uploading things as they get done in the rendering process.So, they're a little bit random on what videos you'll get. I'm trying to juggle three Let's Plays right now. Probably not my best idea, but, I'll give it a go. So, I don't know, I may just refrain from doing three and just keep it at two for right now. Because I'm having a little bit less time.Doing these things. I'm not really that busy. It's just things keep coming up and I keep getting sidetracked and stuff. And, you know, all that nonsense. But sorry if, you know, you get weird amount of videos and whatever. So, plus I'm having a little bit, I think that YouTube's new layout or whatever, like, which I think is pretty stupid, should have left it how it is. Everything is working pretty much perfectly fine.There's nothing wrong with it, and they just changed everything, and now I hate it. And I think it's messing with the uploader too, but whatever. What are you gonna do? Otosama, Sato, Sato の人たちは大丈夫でしたか? ええ。Sato に魔物は現れませんでしたから。それよりも、二人とも無事だったのですね。よかった。ここに送り込もうとしていた軍勢はあれだけだったってことか。ギルガゼオンに比べれば少ないな。やはり向こうが本命だったか。ほっとけばどうなっていたか分かったもんじゃなかったけどな。ラビニアの言う通りです。私たちがこうして無事でいられるのも皆様のおかげです。そういうことだったらその二人に感謝してくれ。今回は特に頑張ってくれたからな。いえ、私は何も姉様みたいに戦えるわけではないですし、皆さんの後にただついていただけです。この里のためにやったことじゃない。あいつらが嫌いだったから戦った、それだけのことさ。その気持ちだけで十分です。ありがとうアイーナ、それにラビニア、皆様にもまた助けていただきました。里を代表してお礼申し上げます。本当にありがとうございます。この里の者も皆様のご活躍については聞き及んでいます。今度ばかりは里の者も思い知らされたようです。自分たちのお呼びもつかないことがあるということを。だったらもう少し外の世界に対して心を開いてほしいな。それと相手を理解しようとせず偏見を持つのは良くないよな。それは重々承知しております。里の者も今回のことでよく分かったと思います。自分たちだけ外の世界と関わりを持たずに生きていくことはできないのだということを。ラビニア、私はあなたに何一つ親らしいことをしてあげられなかった。この里の長であるということを
言い訳にしてね。私は里の長である前にラビニア、アイーナ、あなたたち二人の父としてあるべきだったのです。ラビニア、いつでもこの里に帰ってきなさい。里の者が何と言おうと、あなたは私の娘です。誰であろうと、あなたを傷つけようとする者は私が許しません。母さんにも呼びかけてみます。私の気持ちが通じるまでいつになるかは分かりませんが、必ず戒めを解いて私たちの前に現れてくれるはずです。今はまだあなたたち二人にも皆様のお役に立てることがあるでしょう。すべてが終わったらまたここへ戻ってきなさい。その時には親子4人一緒に暮らしましょう。父様、親子の絆は深まり、めでたしめでたしだな。こっちは一件落着したけど、片付かない問題の多いこと多いこと。ユソイがどうなっているか話は聞いていませんか？おそらく皆様がご存知のことくらいしか。お役に立てなくてすみません。そいつは逆に気になるな。このままミソイへ向かいたいところだが、バルクムイへ向かうべきだ。そうだな、じゃないとここへ来た意味がない。さて、間に合えばいいが。そういえば、お父様、ウィンフィールドさんの腕輪についてご存知でしたよね。こちらにいるアルベルティさんのお知り合いが同じような呪いにかかっているんです。その呪いを解く方法をご存知ではありませんか？同じようなですか。詳しい状況がわからないので何とも言えませんが、麻痺で縛られていないのでしたら、ミーティア鉱石があればもしかしたら呪いを解けるかもしれません。ミーティア鉱石ってパスカリヌの土の材料じゃなかったっけ？ミーティア鉱石には私たちには計り知れない魔力が秘められています。それゆえ神々が好んで利用しました。またその強大な魔力はある種の触媒として利用することも可能です。例えば鉱石の魔力を利用してある力をその中に封じ込めるといったこともです。それじゃあ、それには多少でも力の流れを制御できる術者が必要です。私でよければ力をお貸ししましょう。だったらこうしちゃいられないな。さっさと済ますことを済まして彼女のところへ行かないとな。兄貴、ありがとう。本当に何て言ったらいいか。そいつは少しばかり気が早いぜ。彼女を助けるのはここからが正念場だ。気を抜かずにな。わかってるって。さあ行こうぜ。 Alright, cool stuff. Let's go get some meteor or whatever it was. Where's... Did I do something wrong? Faina was supposed to pass out. Noah shows Toma letters. Then Faina passes out. What the fuck? Seriously? Did I do something wrong? So far, I followed the thing. Everything else has been going according to plan. Let's see. I don't know what I did wrong. Everything looks right. Oh, I'm gonna be really pissed off if I did something wrong. Don't know.
See, all this I did not click clean her room. I clicked the first option, correct. When Noah shows Toma her letters, I chose the second option, correct. And little Salil, Fanny is supposed to pass out. Huh. And we're not supposed to go to Bakmui, whatever, till a while from now. I'm following your thing by the guide here. No idea what's going on. And this is a long fucking way to get out of this goddamn place. Are you kidding me? Well, what? How did it end up back over there? What the hell? Okay then, let's just go up. I'm not, this is fucking stupid. And there's no way to tell what my freaking party members are at. Like their little love gauge or whatever the fuck it is. I don't think. Data. Profile. You've unlocked half of the character profiles. It's a downhill. It's all downhill from here. Okay. So I have to actually go to the pictures for me to unlock the achievement. Are you kidding me? Where can I find them? There's one. I don't see anything to indicate anything. Kidding me? Oh my god. Hey, how do you unlock the extra voices? Oh my god. Party level. I don't know. I think I'll just end the video for now and see what's going on. So thank you for watching and hope to see you next time.